はい、よろしくお願いします。熱にでございます。というわけで、題名にもある通り、こり、しっかり打とうとしてるのに、どうしてもこう近くなってしまうと、ボールに近くなってしまうという方、結構いると思うんですね。え今日はどうやったらこうボールとの距離がうまく取れるのかっていうところ、まあ、足運びもそうだしえ、打ち方であったりっていうところをご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではこういう感じで元関西大手テニススクールでジュニア育成部門のヘッドコーチだった私が全国トップレベルのジュニアから老若男女、一般のテニスプレーヤーの方までたくさん受賞させていただいた経験がして、あ、これやったらちょっと明日もテニス 練習しかながらともう近くならへんでと思ってもらえるような動画作りを目指していますので、気に入っていただいた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では、行ってみましょう。どうぞはい、よろしくお願いします。今日は、えー、打点がどうしてもこう近くなってしまうとえー、なんとか改善したいとえいう質問が多いですので、えー、打点から離れる方法というかまあ、どういう感じ、こう詰まる感覚になっているのかというところをご紹介していきたいと思います。 まず最初に、やっぱりボールから飛んでくると適切な、ね、距離は取りたいです。飛んできたボールに対して素早く動いてこういうところですね、しっかりと打点から自分のこの体の,部体の中心からの距離、体の中心から肩、それから腕が伸びた状態、これぐらいボールから離れる距離っていうのはやっぱりしっかり、ね、取っておきたいですたただし離れた位置はここです。 極端にやるとこのボールが飛んでくるところに自分の体を持っていってしまうとやっぱりこうその分詰まってしまうという形になりますのでこの正しい距離ですねここがしっかり取れるようにいきましょう具体的に見せるとちょうどこのボールの真上がスイートスポットだったらこういう感じだと思いますこの横にラケットのスペースがあってラケットを持って自分の体ここですね、軸がここでこれぐらいやっぱりボールから離れていくというところが必要になります はいで、テーマの詰まってしまうと人の特徴ですけど今の横の幅分というのはやっぱり、ね、気をつけていると思います。気をつけていても、えー、どうしても詰まる感覚というのは出てきます。でそれは、まあ、まずなぜかというとどういうケースが多いかというと意外とこの正面のカメラで見たこの左右ですね。ここはうまく取れていても横のカメラで見たこの後ろ具合ですここがちょっとこう後ろに差し込まれると、はい、それによって自分がボールにこう近いなという感覚になっているという場合結構あります。 こうですね後ろに遅れてもやっぱりちょっと今の近かったかなという感覚になることがありますのでこのあたりも頭の中でこうごちゃ混ぜにしないように隅分けがしっかりできるといいのかなと思いますボールだけで左右が近いはい、左右が近い場合と左右足から離れられているのに後ろですねこれも近いなとなんかこう差し込まれたら近いなっていう感覚になりますのでこの後ろの部分も しっかりプレッシャーを感じないぐらい前で取るで前のカメラから見てこの左右の部分も前で取ると、はい、この前後左右がしっかり取れて初めてえ近い感覚がなくなるというふうに思ってもらえるといいと思いますじゃあ今みたいな前からカメラから見てもちょっと近いとで横のカメラから見てもちょっと後ろに遅れてるとこれが一番こうなんかこう詰まってる近いなと感じる場所があると思うんですけどえここになるボールってじゃあどういうボールが多いんですかっていうとえまず一番多いのは こういう立体的に弾むボールだだと思ってください。意外と低くて速いボールに関しては低くて速いボールに関しては速いだけだと手を出すスピードの方が速いので、まあ、それほど遅れることはないんですけどこのボールに立体感が出てきた場合ですねこうちょっとこう跳ねるボールになった場合がやっぱり 一番詰まりやすいのかなと思いますので、この辺りも頭をしっかり切り替えて、単に見た目速いボールじゃなくて、ちょっとこう立体的に来たボールに関しては早めにこう距離を取ってさばいていくことをお勧めします。はい、意外とこういうねスピンがかかってこう立体的に来るボールの方が差し込まれやすいと。はい、ここも頭の中に入れておいてください。はい、次にここは一番大事にしてもらいたいんですけど、近く感じますとこう詰まってしまいますという感じになると思うんですけど、実際 詰まる時に最初の立つポジションが悪いというのは当然あると思うんですけどそれ以外に体をしっかりと回転をさせてこう前を向いていくところですねここをしっかりとって体の前にこうスペースを作ってあげる、はい、この部分の体の使い方ものすごく大事だと思います。ししっかり距離をを取れててたとしても体を こう前にいくのが遅れてしまって前にスペースが広がらずに自分の横にこうスペースが広がってしまった場合はどうしても距離がうまくね取れててもちょっと詰まるなと重いなという感じになりやすくなりますので早めにタイミングを合わせてこういう感じで右肩と左肩の入れ替え動作を使ってラケットを出してきて前にスペースを作ってあげるということですね。 少なくなくると思います前のカメラで見て、実際、こうちょっとね体に近いところにボールが来ても、入れ替え動作がねしっかり作れると、こういう感じで前でさばいていけるようになります、近いと、そのまま体が回らないと当然、後ろで取っちゃうんですけど、体のラインにボールが近くても、入れ替わると、しっかりとねこう取ることができます、近いですよね、はいこの前にスペースが広がると、しっかり打てます、これ、バックハンドでも同じです。 早めに肩を入れて、こういうい感じで前にスペースが広がるとこうボールが近くてもしっかり打っていけるんですけどこれが前にスペースを開かずに広がらずにこう詰まったようなね体の使い方になっていくと近いとそのまま近いなりの打点をね取るということになりますのでうまくこの体の回線のタイミングを合わせて自分の前にラケットを振り出すスペースを作るとはいこれはものすごくねボールが近く感じないために必要な体の動きになります。 はい。続いて、フットワークですけど、動き出すときに、まず、ボールに近づくのではなくて、まず一回離れる動きですね。これをしっかり取ることによって、近く感じるということが少なくなると思います。ボールが飛んできたときに、慌てて、まず、しっかり近づいてから調整しようとすると、結構難しいです。一回近づいてから離れるよりも、離れたところから調整した方が、しっかり体から離れたところで取りやすいですので、まず離れましょう。で、近づいて、 いいい場所にに合わせててくと、はい、まず横に離れてから近づく形をお勧めします、はい、近づいてから離れようとすると、えー、ラケットうまく出ていかないですのでまず離れるというフットワークですねこれものすごく大事ですので覚えておいてください、はい、それから最後、えー、ボールの高さによって打点の高さによって前後の感覚が変わるというところ、はい、頭の隅っこに、ね、入れておくといいと思います。 はい、で打点が高くても打点は前になります。打点がちょうどおへそぐらいだとちょっと後ろでも打てます。はい、上に伸びていっても打点は前になるしそこからスーッと降りてきておへそぐらいはまたちょっと後ろになって下に行くとまた打点は前になるとこういう感じの打点のバリアがあると思っておいてください。こ、はい、ここのところのとろイメージすごく大事で先ほど 立体的に飛んでくるボールが詰まりやすいと言いましたけど立体的なボールが高いところに来た時ほど打ちやすい打点は前になりますそれを通常の打点で取ろうとするだけでもやっぱなんか近いなという感じで感じることになりますので普通の高さだと。 取りやすいボールでもちょっと弾むボールですねちょっと弾むボールになるとこれが近いなという感じになるので高いところはより打点を前で取らないといけないんだという意識で持っておくといいと思います高い打点はより前です低い打点も同様ですね低い打点もより前で取っていかないと力が入りやすくいい場所で取れないですよという感じで頭に残しておいてください、はい、以上のとところを気をつけると えー、あまた近すぎたみたいな、はい、なんか俺近いなみたいな感覚が、えー、どういうふうにして生まれてるかというところね少しずつ、えー、分かっていただけたかなと思います。単純に、えー、左右の距離をきっちり取ったから、えー、うまく打てるかというと、えー、それだけでもなくて結局後ろに差し込まれても、えー、打ちにくいですし自分の体が回ってきて、えー、前にスペースがある状態。 はい、そこを打ちやすいですけどそうじゃなければ、えー、打ちにくいですしということになります先にボールに近づいても打ちにくいので最初は離れましょうと、はい、あとはまあ特に、ね、高い打点になると思いますけど高い打点はノーマルのところよりも前で取らないと、えー、力が入らないように普通のノーマルのおへその高さの延長上で取ってしまうとこれだけでもねなんかうん近いなみたいな。 感感じに感じにると思いますでそれを単にこう遠くに離れるだけにするとなんかうまく、ね、パフォーマンス作れないですので遠くに離れるプラス高い打点は少しおへその打点よりも高さの打点よりも前ですよというところをやるだけでもだいぶえ近かったなという感覚が、ねえー、減ってくると思います。以上のととところを気を気つけると、まあ、ちょっと離れようかなぐらいの意識で、えー、ボールに 近すぎるっていう感覚がどんどんなくなってくると思いますので打ち方の部分だったりフットワークの部分だったり打点の遅れですね後ろへの遅れの部分この辺りを気にするとボールに近すぎるという感覚どんどんなくなってくると思いますので頑張ってみてください。 Standing in the street alone, alone.